もっと聞いてね MBS。 ということでございまして、本日のゲストは金メダルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか、出てきましたの初めて。そうです、まあ、時間帯のせいもあってか、津田さんの目がいつもより塞がってるっていうのも、ね、そうピークに盛り上がってランキング、めっちゃ無理してる、めちゃくちゃ怖いしてるやん、めちゃくちゃ怖い。楽しかったでしょ、金メダル。遅くてよかった、津田さん。そうか、めちゃくちゃ怖かった、いや僕はもう楽しすぎて、ここはユニバーサルシティかなと思いましたもん。いや、思ってないやん。本当に思いました。エルモかな。誰がやスヌーピーとかやってるの。なんでエルモの声。お前なんでそこ間違えるんだってしまった。いや、ヘプもなるけど、ミスターこれなるけど、なんだこれ、お前好きやな。そう、距離が縮まりましたね。技術やったら、ヘプさんアホそうに見えへんですよね。そうですよ、めっちゃしっかりしてはるイメージ。いやいや、そんなことないよ。俺が衝撃のまた事実だけど、はい、服装もほぼ一緒ってことに気づいたの。お前はお前なんか顔立ちとかもちょっと似てる。え、似てる。どこがやな。いや、僕が言わしてくださいよ。なんで僕が言わしてくださいよ。若いんですよ。バケラやとしてそんな親父ですからね。はい、まあまあそんな二人でございましたけど、はい、告知があるということでございまして、そうですいいですか、5月19日に、はい、夜8時半から吉本漫才劇場で、ダニーノーズさん、ポートアシントさん、僕たち金目鯛で、うん、ラポキンというイベントがございます。前売り1500円、当日券1800円で、前売りまだ少々残ってますんで、よかったら来てください。お願いします。ネタとコーナーのライブです。うん、1時間かな。8時半から1時間半の。1時間半の。1時間半あります。1時間半といえばね、ちょうど平日のね、ハリウッドザドリームライドの待ち時間くらいですよね。知らんって。そうやなってないやね。90分待ちとかな。はい。知らん。なんかラスト1個ベップくんじゃあ言ってくださいよ。はい。USJ あるわ。あ、バック、ジェットコースターでバックあるんですけど、はい、そっちの方が早い。意外とね、うん、意外と早いです。前向きより後ろ向きの方が早く乗れる。マキシム借金あるあるだけでいいですか。借金1億強あるあるある、うん、数百万の借金で首くくると騒いでるドラマあんま入ってこへん。買って持てるからな。そんなもんじゃまだいけるまだいけるけどな。いけるよね。そんなもんじゃない。ぜひぜひね、そんな人のラップキーも見に行ってあげてください。ということで、来週も聞いてください。さよなら。ありがとうございました。おやすみ。ありがとうございました。